姉さんは女の子だから、それでいいんだよ。ふーん。姉さんだっての後、どう言いたかったの、そうちゃん。ひょっとして、姉さんだって負けず嫌いじゃないか、とか言おうとした？うん。そうだよ。姉さん負けず嫌いだよ。だって、そうちゃんのお姉さんなんだもん。お姉さんだから、弟のそうちゃんより何でもできて、そうちゃんよりもずっと強いんだぞってところをたまには見せておかないとね。こんなに嬉しそうなら、これからは少しくらい負けてあげてもいいかな。負けてあげる？ちょっと一休みしようよ、そうちゃん。うん。どうしたの、そうちゃん。ニコニコして姉さんに負けて嬉しいの？悔しくないの？え？そりゃ悔しいけど、そう、次は絶対勝てるって方法思いついたんだ。じゃあもう一回試してみる？今日は疲れたからやめにしようよ。姉さんのいないところでこっそり練習しようって思いついただけなんだから。弱っちいそうちゃん。いいから早く休もうよ。そうだね。空が広くて、とても近いね。お。ねえ、ここに木の上に縁を立てようよ。ハックフィンのお家みたいなの。それはアニメ版だよ、姉さん。原作じゃハックは木の上に家なんか建ててないよ。やつは宿なしだから、樽の中やよそんちの玄関で寝っ転がっているだけだよ。Thank you.
そうちゃんも大きくなってすっかり可愛くなくなっちゃった。昔は姉さん大好きってぎゅっと抱きついてきて、姉さんの話すことだったら何だって嬉しそうに聞いてくれたのにな。聞こえてるよ姉さん。それにいつも抱きついてきたのは姉さんの方じゃないか。だってアニメ版よりも原作を大切にしなきゃダメだよって姉さんが言ったことだよ。それにヤツだって言ってるよ。ダメだよ、すべて本に書いてある通りにしないと全部台無しになってしまうだろうってさ。そうちゃん、本物のトム・ソーヤみたい。うまくできたご褒美。なんだ、水か。ジュースじゃないの？わがまま言わないの。はい、どうぞ。姉さん、これ本当にお水？魔法のお水だよ。魔法？そう、魔法。姉さんがかけたの。どうやって？ゆずましのお水にね、ぎゅっとレモンを絞って、それからそうちゃんのために蜂蜜を一さじ垂らすの。本当にそれだけ？本当は姉さんのためにも2さじ2さじって入れちゃった。おお。それでね、あとは冷蔵庫で冷たく冷やすと出来上がり。レモネードって言うんだって。おいしい？うん、すごくおいしい。それはね、姉さんの魔法がかかっているからだよ。姉さん。
として本当は美味しくなかった？そうじゃないよ。これは姉さんの分。一緒に飲んだらもっと美味しいって思ったから。うん、きっとそうだね。で、それからどうするの？これはわざとじゃないからね。たまたまそうちゃんの飲んだとこに口が当たっただけで。姉さん、何の話してるんだよ。さっきの家の話だよ。木の上に家を建てて、それからどうするの？あ、なんだ、その話。もちろん、ずっとそうちゃんと一緒に住むんだよ。おとぎ話の最後みたいに、二人は末永く一緒に暮らしました。めでたし、めでたしって締めくくれるようにね。何、夢みたいなこと言ってるんだよ。やっぱり、夢だよね。でもね、いつになるかわからないけど、姉さん、そうちゃんと二人だけで一緒に暮らせるお家を建てるんだ。空に近い場所でね、お日様がいっぱい降り注ぐの。いつかきっと二人でそんなお家で一緒に暮らそうね、そうちゃん。やっぱり変かな。壁の色は？やっぱり青い方かな。広い方がいいよね。うん、バドミントンができるくらい広いの。と二人で一緒に暮らそうね。そうちゃん、今日も来てたんだ。本当はね、ちょっと期待してたんだ。今日も会えるんじゃないかなって。そうちゃんは何を買いに来てたの？どうしたの？姉さんに言えないもの？あ、ひょっとして炭酸ジュース買いに来てたんだ。図星でしょ。メモに書いてた飲み物のことわからなかった？冷蔵庫の奥の方に牛乳パックで見えなくなるように入れておいたから。レモネードなら全部飲んじゃったよ。すごく美味しかったよ。よかった。でもでも、あれね、違うんだよ。違うって？レモネードじゃないの。本当のレモネードはね、もっとたくさんレモンを入れて、それからもっと甘いんだ。姉さんのはなんちゃってレモネードかな。
昔はね、姉さんもあまり料理詳しくなかったし、それにレモンだってたくさん買えなかったから、こんなものかなって勝手に作ってたんだけど。そっか、そうちゃんはずっとあれをレモネードだって思い込んでたんだよね。今度はちゃんとしたレモネードを作るね。きっと姉さんのよりずっと美味しいよ。今のままでいいよ。ん？レモネードがどんな飲み物かくらい知ってるよ。でも今のままでいいんだ。今の姉さんが作ったのが一番好きなんだ。そうちゃん、行こうよ。うん。姉さん、それは？昔よく一緒に食べたよね。それは分かってるけど。うん、ハウス栽培のがね、安売りしてたの。安心の国内産だからいくら食べたって大丈夫だよ。姉さん、たまには缶詰とか買わない？とにかく頑丈なやつをさ。ダメだよ、そうちゃん。一人暮らししている間、いつもそんなものばかり食べてたの？体に良くないから、絶対ダメダメ。ところで、姉さん。そうちゃん、留守番してる間に姉さんの部屋に入ったんだけど。どうしよう、恥ずかしいよ。
じまりのこととか気になったから。ほら姉さんが泥棒の話とかしてたからさ。どうしようどうしよう、ちゃんと片付けてたかな。出かける前にお布団は整えたし、レポート用紙は机の引き出しにしまったし、ぬいぐるみさんたちにはご挨拶してから畑をかけたし。そうちゃん、姉さんの部屋のことなんだけど。気にしなくてもきちんと片付いてたよ。姉さんらしい部屋だなって思ったよ。よかった。それで本棚を見て。やっぱり散らかってたの？そうじゃないよ、難しそうな本ばかり並んでたから、大学でどんなことしてるのかなって気になってさ。なんだそんなことか。結局姉さんってこの春卒業して今大学院にいるの？うん、そうみたい。本当は附属小学校に勤めることになってたんだけど、ちょうどゼミの教授の研究が大切な時期で、それで研究生として残ってね、1年くらい教授のお手伝いをしようって思ったの。だから大学院に進む気はなかったんだけど、教授が残るのなら院試を受けなさいっておっしゃるものだから、つい受けてみたら受かってしまったわけだ。うん、今年の最初にあった2次の募集で面接と小論文と英語だけだったから、そんなに勉強しなくてよかったし。おめでとう。ありがとう。どうしたのそうちゃん、かしこまって。今頃お祝いの言葉を言っても遅いかなって思ったから。ううん、そんなことないよ、すごく嬉しいよ。それにね、姉さんもあまり実感がないんだ。院生になっても学部生の頃とあんまり変わらないから。普段はどんなことしているの？ゼミ室に行ってデータの整理をしたり、レポートを書いたり、あと先週科目が出席しないといけない講義のことなんだけど、たくさんあって割と忙しいかな。それから午後からはフィールドワークに出かけて、戻ってきてゼミ会での研究発表用のレポートを書いて、でも講義がある日は行けないんだけどね、ちょっと残念かな。フィールドワークか、外に出かけたりもするんだ。すごく大変そうだけど、姉さんって研究熱心なんだね。なんだか楽しそうに見えるし。うん、フィールドワークって言ってもどちらかというと実践的なものだからすごく楽しいよ。本当はね、現場で実際に研究を行いながら仮説の検証とデータの蓄積と類型的モデルの構築を試みないといけないんだけど。ちょっと難しかったかな。具体的には姉さんって外で何してるの？まず幼稚園に行ってね、それからそこの運動場に行って子供と遊ぶの。は？鬼ごっこしたり砂場で遊んだりブランコに乗ったり。幼稚園の先生のバイト？違うよ、すごく大切な研究なんだよ。でもやっぱりそうちゃんの言う通りかも、幼稚園でアルバイトしてるみたいなものかな。
最初にみんなで遊んでいる子たちと一緒に遊んで仲良くなってから、それからね、少し寂しそうな子を探すの。寂しそうな子？うん、ちょっと気難しかったり話すのが苦手だったり照れ屋さんだったりして、友達ができなくて一人ぼっちで遊んでいる子と仲良くなってね。そんな子を誘ってみんなと仲良くなれるように一緒に遊ぶの。そして毎日遊んでいるとね、一人ぼっちだった子にもいつの間にか友達ができていて、姉さんが誘わなくたってみんなと遊ぶようになるんだ。たくさん友達ができたら少しずつ少しずつ距離を置いて手を離してね、姉さんがいなくてもみんなと仲良くできる子になってますようにって願いながら遠くから見守るの。危うかったら少し手助けをしたりしながらね。そんな風に手助けをしながらね、考えるの。寂しい子が大人になってもずっと一人ぼっちでしたなんてことが決して起こらないような、そんないい方法はないかなって。それが姉さんの研究してることかな。なんだか研究っていうよりも自転車の乗り方でも教えているみたいに聞こえるよ。そうかな、自転車の乗り方みたいなものかな。ほら、そうちゃんだって覚えてるでしょ、初めて自転車に乗れた日のこと。だってそうちゃんに教えたのは姉さんだもんね。自転車に乗れた時、世界が広がったって思わなかった？そりゃ確かに、これでどこにだって行けるって思ったけどさ。今の姉さんのしてることもそんなことかな。姉さんにできることなんて限られているけど、それでもね、小さな子に手を差し伸べてその世界を広げてあげて、うつむいてるせいで見失っているたくさんの可能性を見せてあげることくらいならできるって、そう思うんだ。そうだね、姉さんならきっとできるよ。ところでね、そうちゃん、姉さんが幼稚園で他にどんな遊びしてるかわかる？わかってるよ。トム・ソーヤーごっこだろ。で、相変わらずハック役なわけ？うん、そうだよ。ねえ、そうちゃん、久しぶりにここでやってみない？いいけど。こうするから、久しぶりだから変わってあげるよ。今日は俺がハック役で姉さんがトムってことでいいよ。ダメダメダメだからね、姉さんがハック役だから。だって姉さん、小さかったそうちゃんに姉さんがずっとハックフィンになってあげるよって約束したでしょ。じゃあ、俺がトムで、姉さんがハックで。うん。それから…
やっぱり海賊ごっこかな。ん？スイカが5キロとして、重さの単位をキロじゃなくてポンドに変えなきゃダメだったんだっけ。確か2をかければよかったから10ポンド砲弾ってとこかな。よくできました。でもそうちゃん、10ポンドじゃあんまり気分出ないから100ポンド砲弾にしようよ。わかったよ。どちらにしてもこれは投げられないけどね。そうだね。海賊王トムで、姉さんはトムの捕虜になってしまった冒険商人のハック船長ってことにするわ。それでね、ハック船長はね、身の代金が払えなくてちょうど大変な時期なの。重し代わりに100ポンドの砲弾を体にくくりつけられて、目隠しをされて、海賊船の甲板をぐるぐると3周させられてから、細長い板の上を歩かされて、でもその先は大きなサメが待ち構えている海なんだ。もう少しでドボンって音を立てて海に沈み込んでしまいそうになる時に、姉さん、大丈夫だよ。すぐ拾い上げたし、全然食べられるよ。スイカ割りをやったんだと思えば平気だからさ。海賊ごっこできなくなっちゃった。そうちゃんとすごくすごく久しぶりだったのに、せっかく張り切ってたのに。そんなのいつだってできるからさ。またスイカが特売してたらさ、やろうよ。うん、そうだね。3秒ルール。ちゃん、起きてる？どうしたの、姉さん。入ったら？うん。あのね、そうちゃん、一人暮らししてる間、きちんと身の回りのこととかしてた？当たり前だろ。じゃあ、ここに来てても、お洗濯とかきちんとできるの？姉さんが出かけている間にさ、自分の分はちゃんと洗っているよ。着替えとかは持ってきてる？一応は持ってきてるよ。少ないけどね。あ、勝手に洗濯機使うの悪かった？そんなことないよ。そうじゃなくて、その…お昼に姉さんの部屋に入ったって言ったよね。ごめん、
姉さんが窓際に飾ってた植木鉢をうっかり落っことしそうになって、水と一緒に土も少しこぼしちゃって、一応確かめたつもりだったけど、どこか汚れてた。ちゃんと綺麗にするよ。そうじゃなくてね、あのね、姉さんの。ん？ベッドの引き出し、開けた？あれは、その、タオルを探してて。そうちゃん、ひょっとして今日スーパーマーケットに来てたのって。姉さんが邪魔してたせいで買えなかったんだよね。わかってる。姉さん、明日そうちゃんのパンツ買ってきてあげるね。そんなことしなくていいよ、いいったら。